します。はい、スタート、はいはい、ありがとうございます。じゃあスノースティックの説明したいと思います。まず一番代表的なのがスノースティックの、1980年代90年代終わりから、作ってますスノーサーフィンボードの、復刻版として、発売された U シリーズ。代表作としては U4 というシリーズがあります。これは、当時の、コンセプトそのままに現代のマテリアルで作られたという、サーフィンのショートボードのようなイメージをモチーフにして作られています。すいません、ボトムを見せてください。特徴的には、サーフボードのショートボードのようにテールが短い、スタンスの乗り位置的にはスノーボードの乗り位置よりももう少し前に落とし込むような乗り位置で乗るショートボードのようなタイプが U シリーズでしたり、ウィングスワローパフォーマンスパッドというシリーズがございます。こちらはサーフィンのショートボードのようなイメージで楽しむことをコンセプトに作ってますので、はい、新しい乗り物のような感覚があります。でもう一タイプ、こちらの方は、既存のスノーボードと同じようなスタンスで、いわゆる真下にスタンスを落とすようなスタイルで乗れるテールのあるタイプの、大きく分けて2種類に分けられると思います。その中でもスワローテール、大きくスワローテールの部分が大きくカットされたスワローテールはこのようにとてもしなやかで、このしなやかさはターン口を踏みつけること、板を踏みつけることによってターン口が変わるフレックスターンというところが楽しみの一つであり、なおかつパウダーでは独特の乗り味があるというところに面白みがあります。全部で3種類こちらはあります。1m50、150、158、162cm、それぞれあります。でもう1種類、はい、こちらは普通のスノーボードの形にすごく似てますけども、ピンテールというシリーズです。ピンテールというシリーズ、こちらのシリーズは、こちらのスワローテールと同じようにスタンスを真ん中に落とし込むような乗り位置ですので、先ほどご説明しましたテールの短い U シリーズとは違い、とても楽に乗ることができます。特徴的にはこのピンテールの形状、普通のスノーボードですと約10センチぐらい、はい、ラウンドですね。テールの部分ありませんけども、この部分がパウダーに、もしくはザラメの春のザラメなどに、入った場合初めて浮力として役立ちます。その浮力が斜面の雪面に対して、ちょうどいいノーズを引き上げるわけでもなく、テールを踏みつけるわけでもなく、自然に乗るだけで、パウダーやザラメをスイスイ滑ることができる。パウダーを初めて滑った方でもスイスイカービングのように滑っていけるというのがこのピンテールの特徴となっています。入門モデルとしては一番ベスト、ベストなんですね、ベストシリーズです。はい、それでは新機種、じゃあ一回切ります。